スターク軍はアメリカ合衆国のオセダコタ州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は24,199人であり、2000年の22,636人から6.9%増加した。軍庁所在地はディキンソン市であり、同軍で人口最大の自治体でもある。スターク軍の全体がディキンソン小都市圏を構成している。 スターク軍は八百七十九年二月十日に、ダコタ準州内の軍として、ハワード軍とウィリアムズ軍の一部を合わせて創設された。軍として八百八十三年五月二十五日に、組織化され、八百八十九年十一月二日に、ノースダコタ州の軍になった。八百九十一年、ノースダコタ州議会がダン軍、ヘッティンガー軍、ビリングス軍の一部、 ボーマン軍、マッケンジー軍、ウォレス軍及びウィリアムズ軍をスターク軍に併合する法を成立させた。しかし、この法はイーライシーリーショー取り自習知事に拒否された。さらに別の合併法が1895年に成立し、スターク、ビリングス及びマーサー各軍の協会に影響するので、住民投票に付された。 この合併は1896年11月3日に有効となったが、地元の牧場主ウィルソン・エール・リチャーズが、地域の土地所有者は、スターク軍に課税されていることを理由に併合を、廃案にする訴えを起こした。この裁判は、ノースダコタ州最高裁判所まで行って審理され、1899年5月18日に、違見の判決が下った。 しかし裁判所の判決を予測した議会が1889年3月9日に地管法を承認していたので合併は有効のままとなった。この2番目の合併法は1901年にノースダコタ州最高裁判所が合併は州憲法で要求される影響する君の有権者に言及されていないという理由で差し戻した。この訴訟はその所有地が ウィリアムズ軍内にあり、1899年の方で隣接するマーサー軍に付加された土地所有者ヘンリー・シャフナーも巻き込んだ。マーサー軍の保安官がシャフナーの資産を抑えて販売し、シャフナーが納めるべき税金を徴収しようしたので、シャフナーは異議を唱えた。裁判所は、1895年の方でシャフナーの資産が マーサー軍の司法圏外にあるという理由で欧州外法であると裁定した。議会は1903年に3番目の合併法を成立され、この時はスターク軍と未組織だった団軍及びヘッティンガー軍の住人に承認を求める住民投票が行われた。この結果はスターク軍で502票、ヘッティンガー軍で65票の差で承認されたが、 団軍では一票差で否決された。スターク軍は賛成票が法の要求する投票総数の過半数だったので合併法が有効であると主張した。しかしノースダコタ州憲法では合併に関わるそれぞれの軍での過半数の賛成を要求していたので州は公正法が違憲であり団軍の否決は合併が不成立を意味するという根拠で訴訟を起こした。 ノースダコタ州最高裁判所は1905年に1903年の方が意見であると裁定した。1908年に団軍が正式に組織化され、スターク軍の境界に小さな変更があった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1340平方マイルであり、このうち陸地は1338平方マイル。 水域は2平方マイルで、水域率は0.17%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。中、ノースダコタ州の法人化された自治体は、その大きさによらず全て、地になる。ありがとうございます。